男子ってさ、桜坂さんみたいな清楚で家庭的な子が好きなの？答えてくんなきゃおかず抜きだから。はいはい、されたら嬉しいことね。弁当とか意外性あっていいかななんて。俺の弁当作戦に協力することになったのであった。 OK、 eso tiene sentido para mí。 なかなか豪華な夕食だな。でも卵焼きなら俺は甘い方が好みかな。あとやっぱ卵焼き器は必要か。うわ、何それ、まさかあかりちゃんの手作り弁当？マジで二郎ちゃん恵まれすぎ。なんだよ。奥様にその新品ズタボロに使われてしまえよ。で、実際はどうなの？褒めてほしいんですけど。家に帰って俺が気まずいだろ、渡辺と。私が何？渡辺が何？どの辺から聞いてたん？愛せてやがろ。田辺くんのお話をしていまして、そので、どうだったお弁当？やっぱ卵焼きは甘い方が好き。他にもあるでしょ。目の前で。おはよう。でしょ、南くんのお弁当。ペロ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 。今日の卵焼き自信作なんだ。いいのか、天神のだろ。やっぱ甘くない。仮の嫁の渡辺が作る弁当はほんと甘くねえよ。よし、なんかこうしたことないくせに。いってらっしゃいってして。あの時みたいに。いってらっしゃいってまさか。ねえ役員、応援してくれるって言ってたじゃん。あの時すごく安心したから。そんな顔でそんなこと言われたら男はみんな期待するって。はい。あけいこみんさらフィーラ。急に来ちゃってごめんね。いや、いつも暇してるよ。これアップルパイなんだけど作りすぎちゃって。これ作ったのか？ありがとう、みなみくんのリクエストなの。みなみくん甘いの好きみたいで。この意外だよな。あ、かわいい。おいしそう。Cosas misteriosas están pasando. Ah, umakatta. Genki dase tte. Minami-kun, amai mono suki da. Atashi, ato nani ga aru kana. Ryori nara ikesou da to omotta n da kedo na. Konna ochikonde ru no hajimete mita. Ganbatte ta mon na. Akaruku te haki haki shite ru shi. Ii tte nani ga? E? Te das cuenta de lo que significa? Si. スタイルもすっげえいいし、服とかも大胆で、だから。憧れというか、いわゆる男のロマン、待って、違くて、あ、違う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 、として魅力的みたいな。役員も？俺が渡辺と考えたことないですね。No lo sé, Rick. Parece falso. 嘘つき。あ、あの、こういうこと私で考えたのね、役員。こういうこと私で考えたんでしょ。わっ、な、え、いいよ、叶えてあげる。マジだったんだ。俺こんなあっさり卒業できちゃっていいの？なんかすげえモヤモヤする。ダメだ。こういうのは好きな人とやるもんだろ。なんで止めてんだ。卒業のチャンスだったのに。嫌だったんだ。いや、まずお前には天神がいるし。もうやめよっか、夫婦。こうして俺たちの夫婦生活はなんでこうなったんだろう。夫婦実習なんて適当にこなしとけばよかった。みなみくんすごい。Es mi sueño desde que era pequeño。なあ、二郎ちゃん、どうしちゃったのよ。原因あるとしたら二郎ちゃんなんでしょ。正解は何だったんだろう。最初はからかわれてるんだと思った。でもあいつの手、びっくりするくらい冷たくて震えてて、多分あいつも俺と同じだ。 No tengo pruebas, pero tampoco dudas. まるで全部初めてのことのよう。冷て、本当にそうなら。二郎ちゃん、ハンカチ持ってないの？あ、しおり、これからちょっとだけ二人で話す時間あるかな。
¿Acaso llegó el día? ¿Por fin? Jiro-kun, Watanabe-san to nanika atta? Demo ayamaru taimingu toka nakute sa. Watanabe mo ore to hanasu ki nasasou da shi. Issho ni kurashite iru no ni, Watanabe-san wa Jiro-kun no koto wakatte kureru to omou yo. Mukashi kara kuchi ja makete bakka datta mon na. To a esto le llamo yo honestidad y amistad. Mada mada genyeki no osananajimi desu kara ne. にしても何かあったってよくわかったな。ただいま。ちょっと話があるんだけど、まあ出てこないですよね。入れば。まさかの存在無視。あのさ、そのこないだはごめん。別にあんたは悪くないでしょ。俺が悪い。あれは私が勝手に空回っただけじゃん。もういいから全部忘れて。あのな、なんか勘違いされてるっぽいから言うけど、別に俺嫌だったわけじゃねえから。だいすたで人生あにょした。正直に申しますと、渡辺の言う通りけしからん妄想も何回かしましたし、まあむしろあんな体験はなかなかにありがたいことで。もういい。ごもっともです。でもあの時止めたのは、渡辺のこと大事にしなきゃって思ったんだ。Encia ha sido símbolo de prestigio y éxito. 勢いとかノリだけでああいうことすんのがモヤモヤしたっつうか、なんかわかんねえけど。は？何それ？こんなギクシャクしてんのすげえやだ。俺は前みたいに普通に話したいし、飯も一緒に食いたい。チャンスをくれませんか？渡辺、もう一回俺と夫婦になってほしいです。違くて、この夫婦ってのは実習のことで、もちろんお前には天神がいるわけでした。その、やば、超必死の、プロポーズ、受けるPerdón? 渡辺が夫婦辞めるって言うからだろ。辞めるわけないじゃん。学校で決められたことなんだし。じゃあ何？あれは嘘？怖ぁ、嘘っていうか雰囲気じゃん。お前、俺がどんだけ悩んだと思う。私ね、この夫婦生活。Es un final triste o un final feliz? Es un final? ジローのこと、結構好きだよ。なんで急に名前なんか。ねえ、ジローは？俺は、渡辺。おかえり、ジロー。ゼロからのスタートだ。ジローのこと、結構好きだよ。言っちゃった。 Eso es todo por hoy amigos. Aquí les dejo los comentarios del video anterior.